はい。それでは今回は、飛躍階段行列の一位性ということで、ちょっとあの、理屈っぽく、理屈っぽい話になりますけれども、行に関する基本変形によって、飛躍階段行列に変形しましたと。そうすると、結果は常に同じか、ということですね。はい。これは同じだ、ということですね。それをまあちょっと簡単に証明してみましょう、ということですね。で、まず A を B と C という2つの飛躍階段行列に変形できたとします。そうするとですね、 いずれもこれは行に関して基本変形ですから、B は何かある生息行列を左から基本行列をかけていくと。C も何かある生息行列をかけていくということですから、この B と C の間にはこういう関係があるわけですね。B は丸、なんとか A。C は四角 A とこうなってますから、B イコールにするとすると、丸四角インバースですねあの。A、C ですね。ごめんなさい。C ですね。はい。 という形でこれを P と置けばあ、これを P と置けば、これを P と置けば、B イコール PC と、こういう形になるわけですね。はい。この要はいいですね。イグジスト存在するということですね。そういう、こういう P、生息行列 P があって、B イコール PC と書けますよと。こういうことですね。で、今仮にランク C が R だとします。で、BC の大 J 列というのを考えます。そうすると、この関係式を列単位で見ると、列単位で見ると、両辺の J 列を比較すると、PJ イコール p, c, j と、このたりですね。行列の席は行と列ですから、列を比べたときには、この席の方の言うと、このこいつの j 列と p とのこの席が、これの j 列になると。こういうことですね。はい。で、p が正則なので、bj が0ということと cj が0ということは、これは同値になります。はい。ということで、最初に0でない列というのが、もしあったとすると、ま、すべて、 まあ、ランクゼロでゼロ行列かもしれませんけども、そうでないとすると、最初のゼロでない列があるわけですね。で、それを J1 とすると、まあ、当然両方とも非白階段行列ですから、これはどちらも E1 ということになります。ということで、この PE1 は E1 と、こういう性質を持つわけですね。これは何を意味しているかというと、P の第一列が E1 だということですね。行列とベクトルの積っていうのは、ベクトルの成分の一その行列の列、列ベクトルの一時結合ですね。 行列の成分を係数とする一時結合になるという話をやりました、はい。特に基本ベクトルのときは EI をかけたら大 i 列を取り出すことになると。つまり P の第1列を取り出すと1になっているということは要するに P の第1列が E1 ということですね。ということで、これを各、そのピボットの列で全部比較すると、P はこういう形になっていると。最初の R 列に関しては E1 から ER になっていると。こういうことになっているんですね。はい。 で、え、一方ですね、C は R たす1行以下は0行ですね。C っていうのは形としてですね、ランク R ですから、この R 行の下はここ全部0になってるわけですね。はい。ということで、B イコール PC とこうかけてますので、え、この BC の上から大 R 行の部分は、この、いいですかね、え、こいつの部分、この、この P を見るとですね、P は、最初のところこう、1がこう、こういうふうになってるわけですね。で、 ここまで R 行こうあるわけですね。で、ここはもちろん0で、で、まあなんか今のところここは分からないと。こうなったわけですけども、これに C をかけるんですけども、この C はこの形ですから、えー、っと、行ですね。1行目、P かける C っていうやつは、今度この P のこの行に注目すると、ここ1000スターなんですけども、こっちの方はこっちの方で R たす1から下は全部ここ0になってますから、これとこれかけて、 これとこれかけてってやっていってもですね、ここの部分は一切影響しないわけですね。はい。ということで、この最初の R 行に関しては、PC と掛けたものっていうのはですね、これはですね、えー、全く同じものですね。B とこれ比べると一緒になるわけですね。ということで、まあ B と C は完全に一致しますということがわかるわけですね。はい。 まあこの図を残していとおいた方いいですね。この図で、えこの P という,うの形とこれでかけたら、まあ完全に一致するということで、はい。飛躍階段行列に変形したらですね、まあもちろん R も同じですし、まあ結果としてですね、この両方とも同じ形、つまり同じ飛躍階段行列になるということが分かったんですね。